東京新聞の記事に、なんとあの大人気の、足立議員のインタビューが、掲載されていました。よかったな、やっし。新聞から取材されて、でもさすがに東京新聞はないだろと、もうちょっと取材を受ける対象を選べよと、そういうとこやぞやっし。いやマジな話、自分を安売りするのは良くないですよ。国会議員ならなおさらのことです。それでは足立やっし議員の、ふざけたインタビュー記事に反論していきます。ジェンダーをめぐる問題への関心が高まる一方、困難にある女性や支援者への不当な攻撃や差別は根強く残る、女性支援団体へのバッシングもその一つだ。11月29日のリーガルハラスメント会見では、なぜか東京新聞の望月磯子様が、いの一番に質問に指名されて、翌日には東京新聞がかなり強い印象操作を含んだ記事を公開していました。むしろ不当な攻撃を助長しているのは、東京新聞の方ではないでしょうか。東京新聞は、浅野市議から記事の誤りを指摘されても、未だに何の返答も対応も一切していません。自分のことを棚に上げて、ジャーナリズムを気取るのはやめてください。ここから足立議員のインタビューです。違和感を抱くのは、公金使用の適正化を求めるという、本来の目的を超えた攻撃や活動の妨害が起き、コラボと近い活動をする団体にも影響が及んでいる点だ。これはコロアキ様のことをおっしゃっているのでしょうか。騒動が大きくなればコロアキ様のような、よくわからない愉快犯が出てくるのは当然のことです。そもそもコロアキ様ってただの迷惑系配信者じゃないですか。両陣営から批判されているような迷惑系配信者の話を持ち出してきて違和感があるとか言い始める人の方が違和感があると思います。例えば政治活動は国民の権利なのに、コラボ代表が過去に野党を支援したことを非難する人がいる。彼女らが政府の有識者会議に参加したことを国との癒着、利益相反と断じる人もいる。こうした人は自民党と密接な関係を持ち、政策決定に影響力を持つ企業や団体のことはなぜ問題視しないのだろうか。政治思想は自由なのですが、共産党と強いつながりがある時点で世間から白い目で見られるのは当然のことです。破防法に基づく調査対象団体ですよ共産党って。先日 N 党の浜田議員が共産党のことを自由と民主主義を破壊する勢力とおっしゃっていましたが、あれはあながち間違いではありません。それを支持すれば批判されるのは当たり前のことです。あと論点すり替えるのやめてもらっていいですか。例の4団体が批判されているのは、有識者会議で自分たちに有利な法律を作るように動いているからです。その4団体がガバガバなお金の使い方していて、コラボ以外に至っては活動実態があるのかどうかも疑わしいレベルでしょ。足立議員は WBPC 問題の本質を理解しているのでしょうか。ちなみに足立議員の兄は、障害者支援に関する NPO を運営しています。障害者自立支援法の成立に関わった人物の一人が、村木敦子様です。まあこれはたまたまかもしれませんのであまり深くは追及しません。しかし足立議員の主張だとこういうのを問題しろ、とおっしゃっているように聞こえます。コラボなどの団体は、最初から政治や行政に影響力を持っていたわけではない。政治行政側が団体から若年女性の過酷な実態を聞き、支援が必要だと判断したという順序が正確だ。一連の騒動からは、気に入らない主張をする弱者を攻撃したいという狙いが透けて見える。自由な言論は保障されるべきだが、罪のない人への攻撃で福祉や女性政策が後退するのは看過できない。政治家には議論を真っ当なものに戻し、弱い人を守る責任がある。いやまあそれはそうなんですけど、公金っていうのは富の再分配みたいな役割もあるわけでしょ。税金チューチューしている奴らこそ、弱者を攻撃する最低な奴だと思いませんか。本来は弱者が受け取るはずだった税金を、自分たちの私利私欲に使っているわけですから、政治家ならばぜひ弱者の味方でいていただきたいものです。最後にヘナチョコー様のツイートを引用します。足立康議員、コラボ問題に本質があで噛みつく、暇空対談、村木の存在が分かったら即撤退、エコーニュースにめっちゃ疲れる、180度方向転換、弱者守ると言いながら、議員の立場を利用し新聞で暇空しをビする、本質はあなたの卑怯さだと思う。これは事実陳列罪。最後までご視聴ありがとうございました。